これは竜を救った伝説的な打者の物語である。2024年のシーズンが終わり、前年から順位を上げて4位になったドラゴンズ。東高時代のリーグでも屈指の中継ぎを要しており、立浪監督は手応えを感じている。エース小笠原が驚異の防御率、そんな彼を鉄壁中継ぎ陣がサポートしていく。この世界戦では助っ人腕の不穏な動きを察知した監督は、彼を毎日ブルペンに入れて監視していた。絶対に逃げられないように93登板ブルペンでしっかりと教育を施されていたようだ。そんな投手陣の一方で打線はあまりに寒い。打率2割1分9厘でたったの412打点しか稼げなかった。ビシエドも衰える中で即戦力の打者が欲しい。ドラフト会議では打てる選手を狙っていく。ドラ1は内野おみくじとして阿南、さらに3位は外野の松永と即戦力を取っていく。そして4位でも打撃自慢の高校生を指名。それが牧田義弘だ。左の長距離砲として高校時代は関東ビッグスリーと呼ばれ、高校野球ファンの間でも知られた存在。最後の1年間はファーストのみの出場だが、フィールディングでもセンスがありそうだった。立浪監督は打撃だけでなく守備面でも彼を育て上げる自信に満ち溢れている。ドラフト後、指揮官直々に学校へ向かい、がっちりと握手を交わすと、マクタの体にレジェンドパワーが流れ込み、彼の中のドラゴンズブルーの血が騒ぎ出す。監督のオーラに影響された彼はキャンプから攻守にわたり実力を発揮していた。ドラフト時はファーストで使うほどの打力はないと思われていたが、十分すぎる打撃力だ。しかし守備がうますぎるので、いい意味でファーストには向かないかもしれない。果たしてレジェンドパワーを注入されたマクタは金打で下位に沈むドラゴンズを救えるのか。彼のプロ野球人生がスタートした。1年目ノリノリになったマクタは一軍昇格。ファンたちからは高卒ルーキーを使わざるを得ないほどファーストが手薄なのかと言われていた。しかし打ちまくっているマクタ、さらに天性のパワーヒッターでもある。最初は一軍で遠慮もあったのか、コンパクトなスイングでヒットを狙う。しかしこれだけの才能があるので、さすがに立浪監督もフルスイング許可を出した。このシーズンは近藤が一人だけ打ちまくり、恐ろしく差をつけての首位打者に輝く。そんなシーズンでマクタは打率2割4分4厘で7ホームランと十分すぎる活躍だ。63試合の出場にとどまってこれなので、スタメンだったら20本は打てたか。いきなり衰えるビシエドの後継者が現れてしまった立浪ドラゴンズ。守備も含めて成長が著しく、攻守にわたってレジェンドになれる予感がする。2年目、監督に期待をされるマクタは開幕1軍に入り、特例で好きにスイングをさせてもらえるが、昨年のように調子のいい時期はなく、打率2割3厘とヒットが出ない日が続いた。そんな中でも寵愛をされ、110試合出場、2桁も見えてくる9ホームランを放つ。細川や岡林が伸びてきて、多少は打線が力強くなってくるドラゴンズ。粘りの引き分けが多すぎるので、マクタは試合を決める一撃を見せられるか。3年目、以前よりも多少信頼され、クリーンアップを任される試合も。弾道を上げて一撃を狙っていくスイングはマクタだから許されている。このシーズンは20歳にして初めての規定に届き、レギュラーをつかんだと言える1年になる。100安打を放ち15ホームラン。一軍最年少の年齢も相まって希望しかない。今でも十分な打率であるものの、もう少し率を残せれば4番も打たせてもらえるか。チームでは細川が主軸を担うが、ドラゴンズには彼の他に目立つ打者はいなかった。4年目、横浜に競り負けるものの、チーム状況が上向いているドラゴンズ。そんなイケイケチームの柱は高橋だ。防御率1点台で19勝と負け運を吹き飛ばしている。勢いのあるチームでマクタは全試合に出場。昨年に並ぶ15ホームランを打っていた。ただどうも打率が上がっていない。打率2割3分9厘とむしろ数字が落ちてしまっている。立浪監督から特別な扱いを受ける彼は好きにスイングをして112三振。それでも自慢の守備で初めてのゴールデングラブ賞を受賞。打撃の方ももっと頑張ってもらわねば。ちなみにこのシーズン
ヤクルトの木澤が2桁防御率、敗戦、ホールドポイント、セーブというクアドルプルダブルを達成し、野球界のオラジュアンと言われていた。5年目、ドラゴンズはまたも横浜に追いつけず、シーズンは2位で終わり、クライマックスシリーズで敗退だ。その頃、名古屋の至宝と言われるマクタは、しっかりと136試合に出場している。キャリアで初の20ホームランに到達し、立浪監督も、俺の指導を聞いていると満足げだ。左投手を攻略したので、打率が上向き、OPS も 0.75。これで1億4000万円というのは、年齢を考慮してもかなりホワイトな査定な気がするが、高額な年俸分は最低限打ってもらうためにドミニカウィンターリーグへ武者修行に送った。6年目、帰国すると生え抜きの岡林、名誉生え抜きの細川に肩を並べ主軸を打つマクタ。打撃がかなり上手くなったようで、前半戦の時点でキャリアハイを叩き出している。マクタの成長は他の選手にいい影響を与える。打撃の技術が向上し、これには立浪監督も絶頂だ。なんと23歳にして開花した名古屋の至宝は、打率3割1分で首位打者まで一気に駆け上がった。積極的なスイングが許されるマクタは、初球から甘い球をガンガン振っていく。ホームランは33本でリーグ4位、打点はリーグ3位、長打と高打でリーグを代表するバッターになった。低めを思い切り引っ張る打法で相手投手にプレッシャーを与えるマクタを筆頭に、生え抜き選手たちが並んでいるドラゴンズ打線、若い選手が躍動し、これがファンの望んだ姿だ。しかしこれでも優勝には遠い。立浪監督の身体問題が浮上してきた。7年目、前年とは違い監督を胴上げしよう、そんな思いからチームは一丸となり首位を独走。5番が定位置となったマクタの活躍もあり、見事20年ぶりにセリーグを制した。この年も35ホームランで95打点と勝負強い打撃を見せるものの、打率は2割3分1厘。ホームラン王のタイトルを狙いすぎたのか、やや空回りしてしまうことも。 OPS0.95 超えの昨年の打撃があるので、この成績でもいまいちと感じるファンたちだ。名誉生え抜き細川の後ろを打つマクタ、日本シリーズで活躍し4番ダッシュなるか。ちなみに相手は、野手では村上、近藤、近本、清宮、投手では高橋光成、山本由伸を補強する楽天だ。生え抜きドラゴンズと大補強の楽天、対照的なチームの戦いは最終戦にもつれ込む。1点ビハインドの6回、大きなチャンスがマクタへ回ってきた。ここは近本のスーパープレーに阻まれる。そして1点を追いかける9回裏、ここは出塁が欲しい場面である。だがマクタは打つことはできず、大補強楽天に日本一を許した。8年目、なぜか大幅にホームラン数が減り、30発には遠く及ばないマクタ。30ホームランを打ちつつ首位打者を取ったあのシーズンの彼はどこへ行ってしまったのか。5番打者としてチャンスに強いメンタルで一応そこそこの打点は稼いでいく。ちなみにチームでは完成されたショートの玉井などが現れ、マクタの影は薄くなった。このシーズンは優勝を逃した立浪監督がマクタや玉井などの有望若手育成を置き土産に監督の退任を発表した。なお後任は名古屋愛を植え付けられたロドリゲスである。9年目、細川が鎖骨の骨折で離脱し、代わりにマクタが4番に座っていた。4番としての責任感から以前よりも勝負どころで結果を残していく。そんな彼のバッティングでドラゴンズは新指揮官になっていきなりのリーグ優勝。細川離脱の穴をマクタが35ホームラン105打点でしっかりと埋めている。スイングスピードが増し、以前よりも手元までボールを見極めることができるようになった。だがどの世界戦でも巨人から逃げ出す岡本がタイトルを独占し、マクタに格の違いを見せつける。投手陣の柱は勝ちまくっている高橋、マクタの投打の要を要し、チームは再び
日本シリーズへ念願の日本一へ意気込んでいたものの、細川復帰で5番に戻ったマクタは全然打てず、チームも日本一を逃した。10年目、しれっと FA 権を行使したので、チームは仕方なく残留のため、4年総額18億円の契約をマクタと結ぶ。が、前半戦の折り返し時点で12ホームランと、大型契約に見合わない不穏な成績で折り返しだった。4年間全シーズンで優勝をもたらすという川山陽で、年4億5000万円の契約を結んだのに、1年目はまさかの打率2割3分7厘で17ホームラン。全く金額に見合う活躍ができず、親会社が震える。選球眼が良くなっているはずだが、三振は124個とリーグでもワーストクラスだった。そして FA でゴタゴタした流れで地味に背番号が67へ変わっていたが、コアなファン以外は気がつかなかった。11年目、オフに立浪臨時コーチからレジェンドパワーを注入され、長打力が向上。30ホームラン98打点と久しぶりに打席で暴れ、4億5000万円の年俸に見合う活躍だ。数字を上げられた理由としては、96四球を選び慎重にバットを振ったからか、4割を超える出塁率と 0.9 を超える OPS、 竜の4番として仕事をこなしていく。がまたしてもタイトルは岡本が総なめ。39歳で打率3割5分2厘はやりすぎだ。12年目、終盤まで首位を走るドラゴンズの4番として初めての40号も見えていたマクタ。思えば彼の入団以降、随分ドラゴンズも強くなった。ここ何年もタイトルには縁がないが、39ホームラン102打点と怖い打撃を見せる。4番として仲間たちが溜めたランナーを返し、相手投手陣にプレッシャーを与えていた。しかし彼だけが結果を残してもなかなか勝ちきれず、チームは息切れを起こし2位フィニッシュ。ドラゴンズはそこそこ強くなるものの、日本一という頂点を取りきれないチームだ。マクタ以外に頼れる打者がおらず、彼に重圧が降りかかっている。13年目、首位の横浜とゲーム差は40近い最下位。マクタにとって初めてのどん底だ。初のホームラン王を獲得するものの、チーム状況が全く良くなく、心の底からは喜べない。これでマクタは3年連続の OPS0.9 超え。4年契約の初年度はどうなることかと非常に心配をしていたものの、金額にそれなりに見合う成績を残してくれた。ミート力は成長し、打者としてはまだ発展途上。三冠王だって狙えるポテンシャルがある。しかし油が乗ってきた頃にチームは勝てない。そんな状況に嫌気がさした彼は、ここでまたしてもしれっと FA 宣言をした。ドラゴンズは立浪アドバイザーが交渉に乗り出し、1年5億5000万円の2年契約を提示。マクタは悩み抜いたものの残留を決意。金額ではなく恩師の説得がかなり効いたようだ。またも FA している隙に背番号67を新人に取られ、なんだか知らないが背番号を55に変えることに。新たな番号を背負い、悲願の日本一にドラゴンズを導けるのか。心機一転戦いに挑んだ14年目、マクタの残留が最大の補強でチームは2位に浮上だ。打率2割9分2厘、30ホームラン85打点、彼にしたら大した成績ではないように思える。だがかなり打点のシーズンだったようで、どの項目でもリーグトップ3に入っていた。そしてキャリアで初の最高出塁率を受賞。一撃を狙いつつ出塁もしっかりしていく。ただ後ろがひ弱なドラゴンズ、彼が打たないとかなりきつい状況だ。15年目、見事に打点王を初受賞。成長も相まってマクタは打者として完成を迎える。潜在能力の開花でパワーとミートを兼ね備え、竜の4番打者は打率2割9分40ホームラン107打点。彼がいなければチームの A クラスはないはず。マクタは名古屋に舞い降りた救世主だろう。そして球界を見回していると、マクタのドラフト同期の38歳アナンさんが好成績だ。ドラ1ながら立浪監督に干され32歳で戦力外に。だが実は晩成タイプだったらしく、広島で開花していた。16年目、 A クラスと B クラスの間を行ったり来たりでパッとしないドラゴンズ。しかしこの男は破壊力のあるスイングで球界の頂点に君臨していた。
パワーは人間の限界に近づき、42ホームラン106打点で見事に打撃2冠を獲得するマクタ。広い本拠地ながら通算400号を突破し、シーズン MVP の彼の勢いは止まらない。17年目、34歳になっても衰えを見せず、チームのリーダーとして打線を引っ張る。いつもながら3割には届かない程度の打率、34ホームランで97打点と4番に欠かせない。ちなみにドラゴンズは最終戦で首位陥落。マクタをもってしても日本一は遠いのか。18年目、夏頃には首位と10ゲーム以上の差を開けられていたドラゴンズだが、勝ちたいというマクタの思いにドラゴンズは勢いを取り戻し、見事に優勝を勝ち取る。ベテランマクタはなんと12年ぶりとなる首位打者。43ホームラン97打点というのはリーグ2位だ。彼がいなければ打撃面でも精神面でもリーグ優勝はなかっただろう。シーズンでは OPS1.0 を超えて大暴れだが、あとは日本シリーズの大舞台で打てるかどうか。彼の野球人生にとってもファンにとっても絶対に負けられない決戦へ向かった。低め厳禁、高めに手を出させろという徹底した対策を講じてくる楽天投手陣。彼が抑え込まれれば全く怖くないドラゴンズ打線。楽天にまさかの4連敗を喫し、ドラゴンズはまたしても日本一には届かなかった。19年目、前年の激闘の反動か、チームもマクタもいまいちな成績に終わってしまう。30ホームラン記録は8年連続で途切れる25ホームラン。 OPS は 0.9 どころか 0.8 すら切った。とはいえ能力は全然衰えていない。チームの象徴であり名古屋の大スター選手だ。なお知らぬ間に通算2000安打をクリアしている。さらにホームランも600本が見えてきたか。20年目、足がやや遅くなるもののミート力パワーに関しては衰える気配なし。2年前の首位打者以来数字はどんどん落ちているが、それでもチームの4番の座は揺るがないマクタ。何よりこの年齢でほぼ全ての試合に出るなど若手に負けない元気さにあふれている。だが晩成タイプの彼も衰退期を迎え、衰えという魔の手が忍び寄っていた。21年目、163キロの速球をスタンドに運ぶ打撃力を見せる。後半は休む試合が増え109試合。これまで戦い続けた体にはダメージが残る。それでも打率2割8分5厘で30ホームランというのは若い選手に混じりリーグでも上位の打撃力をしていた。ついにはエース粉砕の勝負強さまで身につけ、ドラゴンズはクライマックスシリーズを勝ち上がり日本シリーズへ。前回は徹底マークで結果を出せなかったが、今回は相手エースを打ち崩せるか。オリックスとの顔合わせとなり3勝2敗で第6戦を王手で迎えるドラゴンズ。徹底マークに苦しみながらもあと1勝。8回の2アウトからマクタは勝負強さを見せる。勝負どころで打っていくもドラゴンズは敗れ、日本一は第7戦に持ち越しだ。このシリーズはマクタの調子もいい。これはいける。最終戦もビハインドの展開が続くが、竜の4番の目は燃えていた。彼の打撃は仲間を鼓舞し、7回の時点で2点差まで追いつく。そして流してあそこまで飛ばす衝撃の一撃でついに1点差だ。しかし彼以外からは快音が聞こえず、気がつくと9回2アウト。この絶体絶命な状況でもマクタだけは落ち着いていた。執念の技ありセンター前、だがまたドラゴンズは
勝てなかった。マクタは申し訳ないとうなだれるが、彼を責めるファンは誰一人いない。日本シリーズまでたどり着けるチームになったのは彼のおかげだからだ。22年目、またも日本シリーズの反動で低迷してしまうドラゴンズ。91敗を喫するが、この男はもっとダメージを負っていた。体力だけでなく気力もなくなったのか、スタメンから外される日が続き、これまでチームを引っ張ってきたマクタがたった43試合の出場に終わってしまった。ただ打席に立てば OPS0.9 を超えている。来年は40歳だが、まだ打撃は衰えない。23年目、ついにマクタは通算600号に到達。広い本拠地を考慮すれば素晴らしい実績だ。40歳のベテランは73試合の出場ながら2桁のホームランを打つパンチ力は未だあり、これだけ現役を続けると自分の後輩たちも引退しだし、寂しさを感じてしまう球界最年長打者。低迷するチームで監督就任が噂されるが、まだ現役を続行する。24年目、打力に自信はあるが、マクタは39試合の出場で打率が1割台。これだけの試合数で7ホームランを打つパワーはなかなかすごいものがある。ただ戦力になっているとは言い難い。もう本人も目標を失っている状況だ。それでもやめ時を失ってしまったマクタは25年目のシーズンへ向かう。25年目、レジェンドマクタはついに開幕を2軍で迎えてしまっていた。だがドラゴンズは彼抜きでは戦えないのか、1軍に昇格し全盛期のような打撃を見せる。技術力すら衰え始めるものの、なんと打率2割8分1厘で7ホームランを打ったマクタ。この男は野球人生にどこで幕を閉じるのか。今では最下位でも気にせず生き生き野球をする。だがチームやファンにとってこの状況は良くない。勝利への貪欲さを失った彼はもう潮時かもしれなかった。26年目、名古屋の生ける伝説はもはやグラウンドで動いているだけで喜ばれる。以前と違い穏やかな顔で打席に立っていた。地味にここ3年は最下位が続き、どん底のチーム状況になっているドラゴンズ。まだ44試合で出番があるが、彼が代打で出てくること自体がまずいのかもしれない。さすがに体力的にも厳しく、一本もホームランを打てなかった現実を見つめ、竜の伝説となった男は現役を引退する。引退セレモニーでは立浪前監督も駆けつけ、彼がチームを強くしてくれたと素晴らしいお言葉をいただく。引退してしばらくは評論家として活動したが、再び低迷する球団を救うため今度はドラゴンズの監督として就任し、適切でないサインを多用していったとか。しかし歴代最多出場で通算2748安打617ホームランを放った彼と共に、ドラゴンズは新たな黄金時代を作り上げていく。マクタ・ヨシヒロ、ドラ4で当時ヒンダにあえぐドラゴンズに入団。立浪監督のレジェンドパワー注入により入団前から覚醒し、プロ入りすぐに一軍で使われる。23歳にして首位打者を獲得。その後は長距離砲として数えきれないタイトルを取る。長きにわたりチームを支え、名古屋に再びリーグ優勝をもたらしていく。しかし日本シリーズで勝つことはできず、最後まで日本一には手が届かなかった。現役時代に最大の目標に到達できなかったのは野球人生の大きなやり残しになってしまう。だが彼は間違いなくドラゴンズを救ってくれた伝説的な打者だった。